なたは大正時代の重大事件をどれだけ知っていますか？大正時代は歴史の教科書などの歴史年表を見て、あまりの短さに驚いた人も多いと思います。大正時代はたった15年しかなく、日本史の授業でもさらっと流されてしまいがちです。しかし、大正時代にはその短い間に近代日本を代表する重大な出来事がぎゅっと詰まっています。近代日本の発展とその闇を象徴する大正時代とはどんな時代だったのでしょうか。たった15年間と短いながらも激動の時代だった大正時代。大正時代の出来事を光と闇の両方の面から徹底解剖。こんにちは、女学生 VTuber の春日陽です。今回は大正時代の光と闇を様々な事件、出来事から解説します。それでは早速最初の出来事から見ていきましょう。大正時代の光、東京駅の開業。まず最初に紹介するのは東京駅の開業です。東京駅は今や日本最大級の駅の一つですよね。そんな東京駅ができたのは大正3年12月20日のことでした。東京駅は明治16年に計画が始まり、東京を首都として申し分ない機能を持つ町にしようということで作られました。当時は上野や新橋などに駅があり、当時は国と民間の会社がそれぞれ別で鉄道を作っていました。それを全部一つの巨大な駅につなげ、人と物の流れをさらに便利にしようという国の一大プロジェクトの下で東京駅が作られたんです。それにしても東京駅ってどうしてあんなに立派で豪華な駅舎なのか不思議に思ったことはありませんか？当時の日本は日清戦争や日露戦争で活躍して勢いづいていた時期でした。東京駅は欧米諸国に負けない日本の強さを誇示するために立派な規模とデザインになったそうです。ちなみに今や多くの人が乗降する東京駅ですが、開業当時の1日あたりの平均乗降人数は約9500人でした。オフィス街もなければ遊ぶ場所もない原っぱのど真ん中に立っていたので、東京駅に降り立つ人はあまりいなかったかもしれません。ただこの約9500人という数は現在の日本全国にある電車の乗降人数から見ても多い方なんだそうです。昔から東京駅は多くの路線に乗り換えることができる便利な駅として多くの人に利用されていたんですね。その後中央本線や山手線などの路線も増えたことで利用客は想像以上に増えていきました。昭和初期には利用客の多さからなのかプラットフォームが新設されています。現在東京の玄関口として多くの人に利用される東京駅は大正時代から様々な発展を繰り返して今の姿があるんですね。藩閥政治の終わり。次に紹介するのは藩閥政治の終わりです。当時は藩閥政治といって主に薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩の出身者が政治を行っていました。大正時代にはすでに藩なんて存在していないのにまだその名残があったんですね。実は江戸幕府を倒して新しい時代を作った新政府がこれらの藩の人たちで構成されていたため、その後も薩長土肥の人が政治の実権を握っていたんですね。例えば山本権兵衛は薩摩藩出身で、山本の前に総理大臣を務めた桂太郎は長州藩出身です。しかし薩長土肥の人だけが権力を握るということはその藩の人たちのやりたい放題になってしまうという問題点があります。つまり薩長土肥による独裁政治となってしまうんですね。大正時代になると薩長土肥による権力の集中を批判する人が増え、第一次護憲運動が行われました。これによって桂太郎は総辞職に追い込まれ、さらにシーメンス事件で山本権兵衛が総辞職に追い込まれたことで薩長土肥が実権を握る時代が終わりを迎えました。シーメンス事件は大正3年に起きた海軍の不祥事です。後ほど詳しく解説しますね。このように大正時代には自由を求める大衆たちが政治運動や社会運動、労働運動などを起こす大正デモクラシーという動きがありました。大正時代は護憲運動や社会主義の広まりなど大衆によって新しい思想が生まれていった時代だったのです。原内閣の誕生。次に紹介するのは原内閣の誕生です。明治時代や大正時代では
世間の声によって権力がある薩長土肥出身者ではなく、世間に人気のある人が首相に選ばれるケースが現れ始めました。例えば、明治31年と大正3年に内閣総理大臣に就任した大隈重信は佐賀藩出身の人物です。彼はイギリスの議会政治をモデルに立憲改進党を作り、総理大臣になった際には、日本初の政党内閣を作りました。そして、大正7年には、平民出身の首相が誕生したことで話題になっています。その首相とは、原敬です。彼は、爵位を持たない平民出身で、出自に関係なく選挙で選ばれた政治家でした。そして、彼は、初めて、本格的に内閣を組み、薩長に依存しない政治体制を作った人物でもあります。平民に寄り添った政治をすることで、平民宰相、と呼ばれ親しまれました。普通選挙法。次に紹介するのは普通選挙法の施行です。この法律は、大正14年に施行されて、25歳以上のすべての男性が有権者となりました。有権者の条件となる、特定の金額以上の納税を行っている人、という条件が一切撤廃されたんです。これによって、有権者の数は、全国民の 5% から 20% にまで増えました。明治時代に衆議院議員選挙法が施行された時の有権者の割合がわずか 1% だったことを考えると、かなり緩和されましたね。庶民たちが、たびたび、納税条件の撤廃を求めて運動を行い、数回にわたる納税条件の緩和を経て、最終的に納税条件が撤廃されました。普通選挙法は、多くの国民の声が集まってできた法律だったんですね。そのため、昔の日本はお金持ちによるお金持ちのための政治でしたが、普通選挙法によって庶民の声も反映されるようになっていきました。大正時代の闇、シーメンス事件。ここからは、大正時代の闇について紹介していきます。まず紹介するのは、シーメンス事件です。これは日本海軍の高官がドイツの大手電機メーカーシーメンスから賄賂を受け取っていたことが発覚した汚職事件です。なぜ海軍がシーメンスから賄賂を受け取っていたのでしょうか。それは日本が武器を調達する方法にあります。2、行政機関が物を買うときは入札を行います。入札とは行政機関に物を買ってもらいたい企業同士が価格競争をして、行政がより良い条件を提示できた企業と取引することです。そこで日本海軍とシーメンスで行われていたのがこちらのやり取りでした。なあ海軍さん、今度の入札情報を教えてくれん。ダメに決まってんじゃん。お金あげるからさ、海軍の予算と参加企業と相場だけ教えてよ。お金もらえんの？じゃあ教えちゃおうかな。よっしゃ、海軍からもらった情報のおかげで入札競争に勝てたわ。海軍さん、これからもよろしくお願いしますよ。いやはやこちらこそ、お金だんまりくださいね。シーメンスは日本海軍からあらかじめ入札情報を入手し、他の企業よりも有利に入札していました。そして見返りとして海軍の高官に謝礼としてお金を支払っていたんですね。しかしやがてシーメンスの社員カール・リヒテルが不正行為をしていた証拠を盗み出し、不正をばらされたくなければ金をよこせと会社を揺すり始めます。結果リヒテルは逮捕され、事態が明るみに出てしまいました。日本でももちろん大問題となり、内閣総辞職にまで発展しています。なぜ海軍の事件なのに内閣が総辞職しなければならなかったのかというと、当時の総理大臣山本権兵衛は海軍出身の総理大臣だったからです。先ほど反発政治の終わりで解説した通り、薩長出身の内閣が相次いで総辞職となったことから、反発政治はこれで終わりを迎えました。シベリア出兵と発行事件。次に紹介するのはシベリア出兵と発行事件です。今では天皇は国の象徴として存在している人間という認識ですが、明治憲法発足時から天皇は神格化されていました。そのため当時の政府は天皇中心の政治や天皇自体を批判することを許しませんでした。なんと後に日記やメモなど個人的な手記だったとしても天皇を批判することは不敬という法律も追加されています。そんな中で問題となったのが発行事件です。これは大正7年の大阪朝日という新聞に掲載された記事が問題となった事件です。大阪朝日新聞は先ほど紹介した大正デモクラシーの先頭的な存在で、当時の寺田内閣の批判をする記事を多く掲載していました。大阪朝日をはじめ
当時の新聞社がよく批判していたのはシベリア出兵です。シベリア出兵は第一次世界大戦時にイギリスやフランスなどから味方の軍を助けるために日本も出兵してほしいという要請の下で行われたものです。イギリスとフランスから味方を助けるためにシベリア出兵してくれんって連絡来たわ。え、でもあんま被害出したくないし出兵は最小限にしない。やる気だけ見せとけば大丈夫っしょ。何言ってんだ。このままだとシベリアに近い朝鮮や満州も社会主義に染まるぞ。日本の大陸進出の妨げになるから、この機会にソビエト政権を制圧しとくんだよ。なるほど。こうして日本はシベリアに大軍を次々と送り込んでいったのです。他国が撤退した後も日本だけは大軍を送り続けました。しかしシベリア出兵の影響は人々の生活にも現れ始めます。軍による米の大量消費を見越して米の買い占め、売り惜しみなどが起こり、米価が高騰したことで米騒動に発展していきます。そのため国民の間ではシベリア出兵を国が強行したせいで生活が苦しくなった総理大臣は辞任しろとなったのです。しかも国民を苦しめていった出兵なのに結局ソビエト政権を制圧できず、3000人の死者と2万人以上の負傷者を出すという大惨事になっています。そのため大阪朝日新聞をはじめ多くの新聞が政府の批判を行いました。しかし政府はそれらの新聞の発売を禁止するという言論統制を行っています。そして時は流れ大正7年、大阪朝日新聞は記事の一節に発行費を貫けりという一句を使ってしまいました。これは中国の古事成語で、太陽は君主、白い虹を兵と捉えることで兵乱の予兆を表す言葉です。政府はこれを君主に対する内乱を煽るとして発禁処分にしました。そして執筆者は有罪、編集幹部は退社、社長は右翼に襲撃されるというとんでもない事件に発展してしまったのです。記者が書いた一言でこんな事態になるなんてびっくりですね。この事件によってメディアはあまり過激な記事を書かなくなり、政府や皇室を礼賛する記事ばかり書くようになったといいます。原敬暗殺事件。次に紹介するのは原敬暗殺事件です。デメリットの多かった反発政治が終わり、総理大臣の選出には世論が反映されるようになりました。こうして誕生したのが原敬率いる原内閣です。原内閣の誕生については先ほど紹介しましたね。しかし彼は大正10年に東京駅で暗殺されてしまったのです。なぜ国民から支持を得て総理大臣となった彼が暗殺されてしまったのでしょうか。犯行の動機として次のようなことが挙げられるといいます。まず原敬は普通選挙法に反対するなどしており、犯人はその方針に納得がいかなかったことです。また未公事件や疑獄事件などによって政治に不信感が募ったこともあるのではないかと言われています。つまり犯人は原内閣への不満と不信感を募らせた上で犯行に及んだということですね。普通選挙法は先ほど紹介しましたね。簡単に言うと、納税額が高い人だけでなく25歳以上の男性全員に選挙権を与えるという法律です。しかし原敬はこれに反対していました。平民宰相と呼ばれた彼がなぜ反対したのでしょうか。今の選挙は金持ちしか参加できない。金持ち中心の政治なんておかしい。政治に参加するのは国民の権利だ。全員が平等に選挙に参加できるようにしろ。全然納税していないやつが何か言ってんな。こいつらは権利だけ主張して自立しない甘えた人間たちだ。原首相はこのように思っていたわけですね。しかし彼は大正8年に法改正を行い、直接国税3円に引き下げています。これによってまだほとんどの人が選挙に参加することができないものの、有権者の数は跳ね上がりました。ただし原内閣への世間の不満はこれだけではありません。当時ロシアのニコライフスクにいた日本キャリエ民たちが赤軍のパルチザンに虐殺されたニコー事件や、原敬率いる政友会で汚職や疑獄事件が起こっていました。こうして原内閣への不満や不信感が募り、犯人が犯行に及んだとされています。関東大震災。次に紹介するのは関東大震災です。大正12年に起こったこの大規模な震災は、東京や神奈川をはじめとする首都圏を直撃し、10万人以上の死者と行方不明者を出しました。あの東日本大震災の死者行方不明者数が2万人以上だったことを考えると、
ものすごい被害だったことがわかりますね。とはいえ、当時の家屋や建造物は今と比べ物にならないくらい弱い構造でしたし、ましてや耐震構造などもありません。建造物以外も今とは条件が異なる部分が多いので、被害の程度を比較するのは簡単ではありませんが、関東大震災がものすごい大災害だったことはわかります。なぜ地震でこんなにたくさんの被害が出たのかというと、他にも様々な要因があります。まず地震発生日の日本海沿岸で台風が北上していたことと、地震が発生した時刻がお昼時だったことです。この時多くの家が昼食の支度をしていたため火を使っていました。そのため地震が発生した時に各所でその火が燃え移り、あちこちで火災が発生したのです。さらに強風が吹いていたために火は瞬く間に燃え広がり、東京は3日もの間火の海と化しました。中でも最も被害が大きかったのは陸軍被服廠跡でした。広大な敷地を持つこの場所には火の手を逃れて多くの人が家財道具を持って逃げ込んでいました。しかし火事によって発生した火の粉が風に舞って家財道具に燃え移り、ここでも大規模な火災となってしまったのです。結果この場所だけで3万8000人以上の死者が出ました。朝鮮人虐殺。次に紹介するのは朝鮮人虐殺です。関東大震災で悲惨だったのは被災状況だけではありませんでした。震災の混乱に乗じて様々な事件も発生しています。まず震災後には多くのデマが飛び交いました。そしてデマや混乱を受けて震災から6日後に緊急勅令として治安維持のためにする罰則に関する件が交付されました。内容は犯罪を扇動する者や治安を害するデマを流す者などを罰するというものです。しかし人々の間で流されるデマは止まるところを知りません。例えば当時の新聞には関東大震災の混乱に紛れて朝鮮人が井戸に毒を入れたという情報が掲載されました。さらに政府の電報には朝鮮人が震災を利用して放火を繰り返しているというものもありました。他にも朝鮮人3000人が襲撃してくるなんていう噂もあったようです。震災という状況を抜きにしてもメディアや政府の発信なら無条件に信じてしまいますよね。こうしたデマによって疑心暗鬼に陥った人たちが朝鮮人への虐殺を始めてしまったのです。民衆による自警団や警察などによって何人もの朝鮮人と朝鮮人に間違われた中国人や日本人が命を奪われたといいます。先ほど関東大震災の犠牲者は10万人に上るとお伝えしましたが、そのうちの 1% か数%はデマによって犠牲になった人たちなのだそうです。甘粕事件。次に紹介するのは甘粕事件です。この事件もまた関東大震災の混乱に乗じて起こった事件でした。震災の後に無政府主義者が朝鮮人を率いて暴動を起こすというさらなるデマが流れ始めたことが発端だと言われています。こうして無政府主義者以外にも社会主義者や自由主義者など陸軍にとって目障りな存在がまとめて弾圧の対象となりました。なぜ陸軍がこれらの人々を目の敵にするのかというと、日本軍の最高指揮官は天皇だからです。そのため陸軍は天皇批判の思想を持つ人たちの指導者を独自に殺害しようとしていたのです。先ほど治安維持令が交付されたという話をしましたが、治安維持令は暗にこうした主義や思想を持つ人も弾圧を示唆していたのではないかとも言われています。そのためこの治安維持令が後の悪法と名高い治安維持法の先駆けになったとされています。そしてその動きの中で起こった事件が甘粕事件でした。この事件は無政府主義者である大杉栄とその内縁の妻伊藤野枝、そして6歳の甥が殺害された事件です。彼らは憲兵隊に拉致されて取り調べを受けさせられ、麹町憲兵司令部で殺害されました。3人の遺体は井戸に捨てられ、上からアフンやレンガで埋められました。この事件はすぐに捜査によって発覚し、首謀者が憲兵大尉の甘粕正彦であることが判明しました。事件はこの首謀者の名前を取って甘粕事件と呼ばれていますが、甘粕が上層部に指示されて犯行を行い罪を被ったなどの説も近年になって飛び出してきています。朝鮮人虐殺と甘粕事件の2つの事件を見ていることは、デマと人間の集団心理って怖いということですね。治安維持法。
最後に紹介するのは治安維持法です。これは社会主義運動や労働運動を取り締まるために作られた法律です。社会主義とは簡単に言うと人間はみんな平等だよという共産主義的な考え方のことです。そのため社会主義の人は天皇中心の国家体制や私有財産制度などの資本主義的な考え方を批判していました。国はなぜこれを取り締まる必要があったのでしょうか。それは先ほど紹介した普通選挙法に理由があります。普通選挙法で有権者の層がめっちゃ広がったね。心配なのは貧乏人たちの間で広まっている共産主義だ。奴らが共産主義の政治家を多く当選させたら、今は天皇中心で政治を動かしてるけど新しい考え方が入ってきたら今の政治は根本から崩れるな。よし、社会主義を取り締まろう。普通選挙法が制定されたことで貧困層にも選挙権が与えられました。すると貧しい労働者階級の間で広まっている共産主義思想が政治に影響するかもしれないという新たな懸念も生まれたのです。明治43年に天皇暗殺未遂事件である大逆事件が起こっていることもあり、このような社会主義運動が広まるのは政府にとって良くないことでした。また日本は大正14年に社会主義国家のソ連と国交を樹立しています。そのため思想の蔓延を防ぐためにより厳しく取り締まる必要があったのです。こうして社会主義的な活動をする結社の結成はダメ、それに参加するのもダメ、社会主義的な話し合いもダメ、民衆に広めようとするのもダメになりました。さて今回は以上です。いかがでしたか。明治時代や昭和時代に比べてなんとなく影が薄い大正時代ですが、短い時代の中でもこんなにたくさんの出来事が起こっていたんですね。大正時代にはいいことも悪いこともたくさん起こりました。こうした様々な出来事があって今の日本があるんですね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。